れましたっていうぐらい、はい、考えた結果、異世界にかけるんちゃう要するに異世界のあるあるみたいな、だから異世界でもし行ったらどうなるかっていうのを異世界にかける。だから要するにタック、言ったら異世界、まあ、まあ、とりあえず異世界にかける。はい、異世界にかけるっていう。異世界に行ってしまったら。どうなるのかよ。異世界に行ったらどうなるかよ。異世界に行ったらどうなるかよ。朝目を覚めたんだ、そうしたらしだらいい街にいた、そうしたらなんか変な人がいて、そうしたらなんかよくわからなかった。初めて僕は見た日から、ここは異世界だと知った。なんでいつからここにいたんだ、僕は戸惑いしていた。僕だってちっさく心臓が鳴るさ、触れる心ない言葉が出ない、声に涙がこぼれそうになる。でも異世界に来たならきっと何かあるさ。異世界にはいいことがある、だって死んでも大丈夫。いい人を見つけて僕はその手につかむ。やっぱりわからないな、なんで異世界で知った。でも僕はいつも怖くないよ、僕はいつか帰る。まれ許せ、いや案外いいか。の日朝覚めたらやっぱり異世界に行った。でも何したらいいのかわからない、どうしたらいいか誰か教えてくれよ。僕はいつだって異世界にいるさ、これからだってつまとったり異世界で泣いてくるの。でもきっときっと僕はきっと僕は立つなるさ、助けることを信じてるよ。大丈夫かなこれ、異世界あるある、異世界、いや異世界、循環異世界やってる。もうやだ疲れたんだってが、医者に差し伸べた僕の手を上にいた。もうやだ疲れたよなんて僕は異世界にいた。でも異世界になる世界でなんだろさ、異世界のためによいしょかとかでもわからない、大輪に自体だんだんだ、それで世界に来た。僕は初めて知った、もし異世界生きてしまったなら、もう帰る手段はないさ。でも諦めるな、きっと誰か助けてくれるよ。異世界危険な僕は大丈夫、だって卵の中がいる。やっぱり異世界でいいよな、アニメもいいよな。僕はやっぱり異世界に来たとしても、まあ元の世界の方が良かったよ。でも僕はいい異世界がよよかった、一緒に異世界に行こう。でも帰れなくなるよ、世界に来たらね。大丈夫かな。はい、ということで異世界に来たらどうなるかっていう、異世界に限る大丈夫かなということで後でチェックします。ということで、ね、次の回あたりお会いしましょう。グッバイ。